中部横断自動車道は、静岡市清水区の新清水ジャンクションから、長野県小諸市の佐久小諸 JCT に至る、総延長約 132km の高速道路である。略称は、中部横断道。高速道路ナンバリングによる路線番号は、新東名高速道路清水連絡路及び、中央自動車道との重複区間を含めて E52 が割り振られている。 日本列島の中心線を横切る方向に走っているため、道路名は横断道を名乗る。国土開発幹線自動車道の予定路線に以下の通りされている。全区間が下記の通り高速自動車国道の路線にされている。山梨県開始の双葉ジャンクションから道県北都市の長坂ジャンクションまでは中央自動車道と重複している。また、双葉ジャンクションから 南アルプス市の南アルプスインターチェンジの区間は、山梨県の地域高規格道路である、新山梨環状道路の西部区間にも指定されている。上信越自動車道と接続し太平洋側と、日本海側を結ぶ路線と位置づけられており、堂々の作小諸 JCT 上越 JCT 間と、合わせて、中部日本横断自動車道と呼ばれることもある。千二十一年五月現在、 新清水ジャンクション南部 IC、株温泉早川インターチェンジ双葉ジャンクション、間及び、八千方公園インターチェンジ作小諸 JCT 間が、開通している。開通している区間の道路名は、中央自動車道として開通している区間を除き、中部横断自動車道であり、中部横断道と略される。すでに開通している、富沢 IC 南部 IC、 株温泉早川インターチェンジ六号 i c 八千歩高原インターチェンジ、小諸見影本線料金所管と未開通区間の南部 IC 株温泉早川インターチェンジ間は新直轄方式である。山梨県内の新直轄方式区間である富沢 i c 六号 i c 間は四分の三に当たる約二十一キロメートルがトンネル及び高架橋の構造物であり、センターラインにセンター 道路幅が狭いため、事故車両故障で渋滞が発生した場合、救急車などの緊急車両が現場に急行できないのではないかという地元消防署や山梨県警察による指摘がある。実際に2013年1月の大雪で通行止めになった際には先日の問題で路肩に雪を寄せることができず、除雪に手間取ったことから通行を止め解除までに約50時間を要している。 同区間のトンネルは19本、橋梁40箇所、対面に車線の道路福院は10.5メートルで、車線福院は3.5メートル、路肩幅は1.75メートルである。当初は2017年度中にも全区間開通予定であったが、軟弱地盤によるトンネル掘削の遅れが起こったほか、掘削土に含まれていた自然由来の重金属の処理に手間取ったため、 幾度も開通時期が延期され、全区間の開通は2021年9月に、ずれ込んでいる。またトンネルや橋梁が多いことから、新直轄方式区間の総事業費が2019年3月時点で3154億円と、有料区間であるマスホインターチェンジ二葉ジャンクションの、区間と比較すると高額になっており、山梨県の費用負担分が争点となった。 2006年の新直轄方式への変更に際し、県費負担は177億円とされたが、翌2007年2月より、山梨県知事に就任した横内正明が総務省へ、県負担軽減を求め、一度は32億円に縮小された。しかし南工事による開通延期と追加工事により、2018年7月の新直轄区間全体の延期に124億円。 2019年3月の南部 IC 株温泉早川インターチェンジ間の再延期には164億円まで増大した。そこで2019年2月に山梨県知事に就任した長崎幸太郎は総務省へ県負担を再度軽減するように求め、また総務省もトンネルや橋の占有率が全国平均の2倍を超える場合は交付税負担を増額する新算定方式や 新直轄区間の比率が高い場合についても、期限付きで交付税負担を増額する特例措置などを同区間に適用した結果、2019年7月に山梨県の負担は1億円まで再縮小される見通しである。長坂ジャンクション作小諸 JCT では、八千穂高原インターチェンジ以北が整備済みであるのに対し、長坂ジャンクション八千穂高原インターチェンジは、 基本計画区間のまま中部横断道唯一の未事業化区間として残り、堂々前線開通の目途は未だに立っていない。2010年12月以降、7度に及ぶ社会資本整備審議会や地元意見交換会、2012年から2013年にかけて3度のワーキンググループでの議論を経て、2015年4月9日には対応方針の決定に至るも、その後も、 道路建設の是非やルート帯に関する様々な意見が対立してしばらく膠着状態が続いていた。このような状況に対し山梨、長野の両県では沿線自治体や商工会議所、観光協会などの業界団体が再三にわたって県知事への整備促進を陳情しており、これらを踏まえ山梨県の後藤仁知事と長野県の安倍、 森和知事は2016年5月23日に石井慶一国土交通省を訪ね早期事業会の中央要望を行った。これに対し石井国交省は整備計画に前向きな考えを示しつつも沿線の一部住民らが道路計画への反対と社会資本整備審議会における計画段階評価の再審議を求めている状況を踏まえ 住民の理解が得られるかが課題と注文をつけている。2017年9月21日と、国土交通省長野国道事務所や長野県建設部、沿線自治体担当部からで構成される1回目の中部横断自動車道長野県区間にかかる計画調整会議が開催され、すでに決定済みの対応方針のおさらいと、その後の地元意見集約結果を発表、それらを踏まえ、 長野県区間でのルート対案とインターチェンジの外略一致決定の考え方に関する方針が確認された。2018年7月11日の第二回道会議では同年4月25日に南木村より出された有料農地に関する要望等も踏まえた長野県区間の 1km 幅のルート対案とより具体的なインターチェンジ設置位置が 国土交通省長野国道事務所より提示され、合意された。これらの会議結果をもとに、国土交通省は2019年6月28日に、環境影響評価の方法上、山梨、長野の両県に提出。これを受けて、県や自治体では、今後都市計画の決定と、環境影響評価に関する手続きが進められることになり、事業化前の最終関門となる。 新規事業採択時評価に向けて大きく前進した。中部横断道には中央道重複区間も含めサービスエリアはない。パーキングエリアは中央道重複区間も含めマスホ PA のみであるが売店は存在しない。ただし長時間運転の疲労を考慮し以下の対応が行われている。釜梨川橋、藤川第二橋場。 下り線方向8の尻トンネル南口柵、小諸 JCT 八穂高原インターチェンジ間、八穂高原インターチェンジ長坂ジャンクション間基本、計画によるルート策定中。双葉ジャンクション清水 JCT 間24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成、開通済みの区間のみ掲載。ありがとうございます。